思い出のガンプラキットレ重収。銀河漂流バイハム。スリングパニア装備型。バイハム。大人の古いおとぎ話は色あせたアルバムのようなもの。銀河漂流バイハムとは、1983年から46話が放送された傑作ロボットアニメだよ。金曜日の夜7時という、ロボットアニメとしてはとんでもない時間に放送されてたアニメでして、裏番組の青い猫型ロボットの前に視聴率で惨敗、なんやかんやで、ゴールデンタイムからしょっぱい時間帯にお引っ越し、はたまた、地方局では番組を打ち切られるパティーン。でも、かなりのアニメファンが署名運動に参加したことで、放送が再開された地域もあったもんざいもん。それほどの社会現象を起こすほど、半端ない人気を獲得していたアニメ作品なのでして、当時のガキンチョに強烈なインパクトを与えたのも至極当然だったのでございます。しかーし。まあね、バイハム見てるくらいのガキンチョならさ、この時期から、勉強やら家業の手伝いやらが忙しくなるわけなのよ。当然だよね、そうだよね。でもって大学行って就職して結婚してだね。子供も大きくなって、最近ようやく一息ついたって時にだよ。上司との週末ゴルフや飲み会なんかはもうたくさん。昔は良かったなぁ。なんつって、ガキンチョの頃を振り返り、気づけば、80年代のおもちゃばかりをバリバリ買い始めちまってる自分がいるのよ。参ったねー。社会人になったらプラモは辞めると決めたよねー。結婚するとき嫁さんにプラモは辞めると約束したねー。年老いた親が泣くんで、もうプラモは作らないと誓ったはずだよねー。でも、もう一遍くらいプラモ作ってもいいんじゃね？ってな感じで、ガキンチョの頃の趣味に回帰するおっさんモデラー増加中。80年代のロボットアニメがリバイバルする原因になってるらしいのですよ。ほんとかよ。私はあん頃からずっとそのまんまなのでして、そのあたりのことはわけわかめ。多くのおっさんがバンダイさんの罠にはまり、バイファムやダンバインやエルガイムなどの関連商品を買い漁っているのだー。何それ怖い。スリングパニアは、ラウンドバーニアンの宇宙や惑星上での移動半径の拡大と、立体的な作戦展開のために開発された新型の推進ユニットなのですよ。大気圏内での滑空能力を持つ軍に甚大な被害を受けた地球連邦軍が、対抗措置として、ラウンドバーニアン用の飛行ユニットを開発するのは、まさに、当然のことだったのでございやす。バイハム用のスリングパニアは、バックパックごと乾燥するシステムをとっており、全体から精悍なイメージを受けるユニットだったもんざいもん。劇中では、シドミューラーカル、ジュラッテと激しい空中戦を繰り広げ、多くの名シーンを生み出した機体なのだけれどもね。この機体が活躍するのはまさに、番組の時間帯が変更された後のククト星編からだったわけでして、ジェイナス号との別れから、紙飛行機が宇宙を飛ぶラストシーンまで、挿入歌の君は素敵や、ミューラーのテーマをバックに、感動のシーンが目白押しだったりしたものよのう。昔見損なったおっさんも、最近になって DVD や動画で見直して、バイファムを再評価する機運が高まっているのでござんすよ。はい。嘘だー。キットの値段は600円。初回発売は1984年。つまり、昭和59年、7月の暑い日でござんした。動画で使用したキットは1996年の再販版。お値段据え置きの再販版でもね、箱を開けると、プラモ特有のムワッとする匂いでむせ返るものなんどすえ。その通り。144分の1バイハムといえば、それまでのバンダイさんのプラモデルシリーズでは、一部の大型キットにしか使用されなかったポリキャップを初めて全身に採用したキットなのだけど、さすがに30年以上前のポリキャップなんで、現在のものとは雲泥の差があるのですのよ。悲しいねえ。腰や膝、足首の関節に至っては、強度も保持力もとほほなレベルなんで、スリングパニアを背中に背負ったこのキットでは膝カックンしてうまく立てないのよね。あいたたたー。なので、作る際には最近のキットから関節ごと移植するのが楽ちんなのでございやす。まあ、当時は、シールドがついてないことが一番問題だったもんですよ。でもねー、やっぱりアニメ見てないとそんなんわからしねーよね。おもちゃ屋で偶然、ハイコンプリートモデルのバイファムなんて見ちまったらね、シールドなんていいもん持ってるじゃねーのよ、なんだこれ？ガビーンと衝動が走っちまって。うわ、これ欲しい。なんて思ったガキンチョもいたりして、慌てて、自分のバイファムに追加したなんて。よもすえな話もあったのよん。そうだそうだ、クリームそうだ。手を加えるなら、頭部の関節をボールジョイントに置き換えるのは鉄板。肩の位置を若干上ずらす回収や、ウィングの大型化。ボデーを、胸部、腹部、腰部に分割してからのプロポーションの変更などなど、回収するポイントは数えきれないほどあるのだけどね。しばらくニッパーも握ってないペーパーモデラーな改造なんてハードっす。昔と同じやり方で作るのがマジでおすすめなのよ皆の衆。当然ながら、すんげーしょぼいで気になるのだけどね。それを見た途端、ガキンチョの頃の情景がフラッシュバックしやがるのですよ。お試しあれ。ボケてなきゃね。